会場は郡山市の西部サッカー場。今年は台風19号の影響で大会日程が大幅に変更になり、11月中旬の決勝戦となりました。解説はサッカー元日本代表ディフェンダー、鹿島アントラーズでもプレーをされました奈良橋明さんです。よろしくお願いします。お願いします。それでは昨日の準決勝のダイジェストをご覧いただきます。まずは尚志高校、準々決勝から登場し2試合を戦ってきました。こちら昨日の先制点のシーンです。福田からのクロスに最後は10番のキャプテン山内が合わせました。そうですね、このダイレクトのクロスも良かったですし、この山内選手の入りも良かったですよね。前半早い時間帯に先制した尚志高校。そして後半こちらカウンター気味に24番の阿部かなとのヘディングのボールを受けたのは10番の山内でした。まあ、これも分かったですよね。相手を抜く前にしっかりと修正を持ってくる、その判断も素晴らしかったですし、ここしかないっていうコースに、ね、しっかり決めてくれましたね。素晴らしい間を作ってシュートを決めていきました。そして今年台風19号で学校が被害を受けました帝京早稲田、試合終了間際にまさに思いをつなぐような1点を返します。この諦めない姿勢というのはこの1点よりましたよね。そして尚志高校が決勝進出です。対する聖光学院です。ここまで11得点1失点。昨日は素晴らしいゴールが飛び出しましたね。まあ、これもシンプルな攻撃の形でしたけどね、まあ、これ本当にもう素晴らしいとしか言いようがないシュートでしたよね。8番の半沢のこのミドルシュート、アウト気味にかけましたからね。このコースはプロでもなかなかね蹴れないコースですよね。このスーパーゴール1点を守り切った聖光学院が決勝進出です。それぞれ持ち味の違うチーム同士の決勝戦、この試合のポイントどんなところでしょうか。やはり、まあ、福島県の高校は、まあ、全てが打倒尚志だと思いますし、まあ、その中で聖光学院が自分たち の、 その特徴ですよね、それをしっかりと、出し切れるか、まあ、そういうところは見てみたいですね。令和最初の選手権決勝、まもなくキックオフです。今決勝戦前半の40分が始まりました。この試合は前後半40分ずつ計80分、それでも決着がつかない場合には10分ハーフの延長戦が行われます。第98回全国高校サッカー選手権福島県大会の決勝です。まず左から右に攻める園児のユニフォーム、こちらが大会6連覇11度目の全国を目指す尚志高等学校です。左サイド菅野亮斗から前に送ります。こちらが18歳以下日本代表の染野樹ですが、これはキャプテンの小畑聖光学院が対応しました。対する右から攻めるのが青いユニフォーム聖光学院高等学校、7年ぶり2度目の全国を目指します。さあ相手陣内からのスローインは尚志高校です。今日は風が奈良橋さん強く吹いてますね。そうですね、この強い風をしっかり味方にするというか、そういう、こうゲームコントロールをしてほしいですよね、両チームとも。このスローインは向かい風ということになります。さあ染野一度下げます。仕掛けるか、クロスを入れていきましたが、これはライン割ってゴールキックです。それでは会場郡山市西部サッカー場気象状況です。天候は晴れ、気温は 12.4 度、そして風は西北西の風 6.7 メートルということです。さらに上空ではもっと強い風が吹いているかもしれません。奈良井さん、この風というのは今日ゲームにどんな影響を及びそうでしょうか。まあ、相当、まあ、この風ですかね、まあ、強い風、まあ、やりにくいとは思うんですよね、両チームとも。まあ、そういう中で、まあ、どう本当にこううまく付き合っていくっていうんですかね、まあ、そういうところで、まあ、その向かい風追い風っていうところがあると思いますけど、そこ柔軟に対応してほしいなっていうふうには思いますけどね。現在画面の手前から奥に向かって強い風が吹いています。さあ抜け出せばチャンスです。10番の山内空が追いかけていきました。それでは審判団です。主審太田智弘、副審橋本正光、長男博之、第4の審判は佐藤光介です。尚志高校、こちらが18歳以下日本代表、鹿島アントラーズ加入内定しています染野樹。この県大会の決勝の舞台でどんなプレーを見せるのか。フリーキックを迎えます尚志です。その注目の染野がエリアの一番奥ファーサイドに入りました。
少しここもセットしたボールが風によって動かされるというような状況です。ソムの選手には真野目選手がついてますかね。成功の一番ヘディングに自信のある選手、はい、真野目がぴったりと9番のソメノについています。速いストレート系のボール、ヘディングで弾き返したのは青の聖光学院です。右サイド、これはライン終わりました。聖光学院ボールです。この両チームがこの選手権の舞台で対戦をするのは去年の準決勝以来。去年の準決勝は尚志高校が2対1で試合を制しました。その決勝ゴールを決めたのが当時2年生の染野樹です。聖光学院としてはその敗戦からまさに剣道将来を期してこの決勝の舞台に勝ち上がってきました。対する尚志としては前回の選手権全国ベスト4、今年は全国制覇を目指しています。この県大会で負けるわけにはいきません。両チームの思いと思いがぶつかる県の決勝です。それでは尚志高校のスタートの11人をご紹介したいと思います。フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパーは鈴木光陽、ディフェンダーは4枚、左サイドには3番の坂寄相馬、昨日は右サイドに入っていました。センターバックは20番の神林翼、4番の渡辺光陽、右サイド5番の五十嵐瀬奈、こちらの3人は全員が2年生です。そしてダブルボランチ7番の小池陸人が攻撃的な選手、12番の福田純也がディフェンスが得意な選手です。こちらの選手、そして左サイド13番の菅野亮と右サイド11番の郡司勝人は 50m6 秒フラットという俊足です。そして2トップ、昨日準決勝で2得点、山内空、そしてこちらの9番の染野樹、下げます小池陸人、全国制覇を目指すスタートの11人、縦に送った山内へ、これはクリアしました。この尚志高校の2トップは夏のインターハイ全国大会で得点王の山内空と去年の選手権の得点王染野樹が2トップを組むというフォーメーションでスタートします。このラインナップを見ても非常に攻撃力高いですよね。そうですね、まあ、強烈な2トップの中で、まあ、サイドの2人も、まあ、スピードもありますから、まあ、そういう中で、まあ、聖光学院の方が、まあ、どこでボールを取るのか、まあ、そこからいい攻撃の形を作り出すのか、まあ、そういうところになってくるかなと思いますけどね。そして注目が9番の染野樹です。山内右サイド、ライン終わりました。注目は9番の染野樹、J1 鹿島に加入が内定しています。18歳以下の日本代表です。世界を経験してこの1年間フィジカルを鍛えてきたという染野、どんなプレーを見せるんでしょうか。それではサブのメンバーです。チェイス・アンリ、松尾春樹、松島武人、黒田陸人、松本岳人、矢吹拓夢、瀬西俊斗、石塚亮太、今井誠司、村上瑠佳、石森志音、姿健人、阿部かなと、うん、距離がありますがシュートを打っていきました聖光学院です。サブのメンバーの紹介を続けます。24番の阿部かなと25番の相葉匠というサブのメンバーです。24番の阿部かなとが今大会1得点を挙げています。非常にこの選手層も厚いという尚志高校、奈良さん、今年は準決勝決勝が連続で行われるということで、はい、この選手の体力面というのも一つ鍵を握りますね。そうですね、まあ、連日ですのでそのまあ回復力ですよね。そこはまあ特に聖光学院の方は気がかりだなというふうには感じますけどね。さあ抜け出せばチャンス、10番の前川の前でしたがキーパーが出てきます。尚志の中村浩二監督もその選手層の厚さというところには手応えを感じていました。さあ対します聖光学院です。さあ抜け出すか、前線フォワードの選手が走り出す。13番の菅野亮斗がドリブルでチャンスを作ろうとしました。ホイッスルはありません。エリアの中には11番の郡司が上がっています。9番の染野です。下げて小池、チームの司令塔です。ふわりと浮かして 裏を狙っていく、しかしキーパー出てきました。佐々木優斗よく抑えました。それでは聖光学院スタートの11人をご紹介いたします。こちらも 4-4-2 というフォーメーション、ゴールキーパーは佐々木優斗、ディフェンダー左から22番の山口和弘、4番の安田亮、サードで抑えるか、倒れました。これはファールがありました。ただ今日は風がありますのでこのような一つのミスというのが得点につながっていきます。それではメンバーの紹介を続けます。4番の安田亮、2番の真野目郁美、右サイドはキャプテンの大畑俊介です。
ダブルボランチ6番の佐藤克樹、3番の菊池楓という今日はディフェンスの得意な2人の選手をこのボランチに入れてきました聖光学院です。そして左サイドは半澤真奈と昨日の準決勝で決勝点、右サイドは11番の高橋翔陽です。そして2トップは9番の杉崎凪と10番の前川龍之介という高さのあるフォワードです。さあ染野から、染野のシュート、キーパーを抑えます。今のは10番の山内から染野に渡してシュートというシーンでした。今のが染野この試合1本目のシュートということになります。聖光学院の注目で言いますと10番の前川龍之介、非常にこの前への推進力のあるプレイヤーです。奈良橋さんから見てこの前川どんなプレイヤーでしょうか。いや、常に得点を狙っている相手のディフェンスからすると一番それが怖いですから、うん、まあ、そういうなんか強気な姿勢、こうギラギラしている姿勢っていうんですかね、まあ、そういうところはすごく注目したいですよね、うん、左サイドから前へ染野です。しかしここも少し風にボールが戻されたでしょうか。対応します。8番の半澤真奈と昨日ミドルシュートを決めている選手、縦に送ります。しかしこれは少子がカット。12番の福田純也、右サイドピッチを広く使っていく、これは追いかけますがラインを割りました。そして坂寄が現在右サイド、五十嵐が左サイドポジションを移しています。山田監督も、聖光学院の山田監督も10番の前川、この選手が点を取るとチーム全体に勢いが出てくるんだという話をしていました。この決勝戦はまずは両チームのエース9番の染野、10番の前川に注目ということになります。まあ、そこの2人を守備側がどう抑え込むのか、まあ、そういうところも大事になってきますよね。そうですね。こちらがそのディフェンスを統率していますキャプテンの小畑にボールを戻します。チームを一つにまとめ上げてきましたキャプテンの小畑俊介です。右サイド裏を狙っていきますがラインを割ります。それでは聖光学院サブのメンバーです。7番の高橋拓実、12番の高橋陸斗、13番の大野陸、14番佐藤和樹、15番小川春也、16番佐藤幸太郎。後ろからこの球際の強さを見せるのは聖光学院です。ボールを奪ったのは少子、右サイド11番の郡司勝とパーッと開いていました。ボールを見てシュートまで行く、左足、これはクリアします。それではサブのメンバーの紹介を続けます。14番佐藤和樹、15番小川春也、16番佐藤幸太郎、17番毛上健信、18番佐藤幸喜、19番須田翔太、20番佐々木陽平、21番菅野龍之介、23番山形飛鳥、24番今野博樹、25番佐々木秀虎。7年ぶりの王座奪還を目指す聖光学院です。奈良さん、前半の10分経過しました、はい、ここまで両チームの立ち上がりはいかがでしょうか。あの少子の方が、まあ、ボールを持つ時間が、まあ、長くなっているとは思うんですけど、まあ、そこでやっぱ聖光学院の方がしっかり構えながら、そこからいい守備から郡司切り込んで右足のシュート、これはポストの右通過していきました、まあ、シンプルですけどその攻撃の形ですよね。前2人でどれだけそこの攻撃にかかっていけるかにはなってくると思いますけどね。両チーム落ち着いた自分たちのサッカーを展開している立ち上がりという前半の10分です。それでは両チームベンチサイドの様子の指示を聞いてみたいと思います。まずは少子高校のベンチサイド、永江真美アナウンサーです。永江さん。はい、この時間も巻き上げられるような風が吹いています。今も中村監督指示を出していますが、試合前中村監督は特に9番染野に対して風を利用したカーブシュートを打つよう話がありました。またサイドの11番郡司と13番菅野にとにかく前半は走れと指示を出しました。かっこつけずに一生懸命やろう、楽しく行こうぜと選手たちを送り出し、選手たちも笑顔でピッチに入っていきました。奈良さん、はい、中村監督からはこの風を味方につけようと、そんな話がありましたね。まあ、そうですね、まあ、そういうところでも、まあ、しっかり、まあ、昇進の方が、まあ、ゲームをコントロール、まあ、してるとは思いますし、まあ、そんな選手も、まあ、前線を、さあ杉崎チャンスになるか、ね、前には前川がいる、ミドルシュートを放っていきましたがこれはジャストミートできません。この強さはありますよね、杉崎選手ですからね。体の強さがあるという9番の杉崎なぎるです。まあ、中学まではディフェンダーをやっていたという選手、非常にディフェンスへの意識も高い選手です。そして少子高校指揮を取るのは中村浩二監督、47歳です。創部当初から22年間見ていて楽しいパスサッカーを教えてきました。現役時代には習志野高校で選手権に2度出場、バルセロナオリンピックの日本代表も経験しています。去年チームを2度目の全国ベスト4に導きました。
自分の今までの指導が間違っていなかったんだと自信を深めることができたという話をしていました。今年こそ尚志のパスサッカーで全国制覇を目指します。左サイドにポジションを移しました5番の五十嵐瀬奈、中盤を経由して福田から前に送ります。キャプテンマークを巻いているこちらが10番の山内空、一度下げて五十嵐瀬奈、左サイド菅野亮斗、速さがある、倒れた、フリーキックは尚志高校です。この選手はね、本当にスピードありますからね、こちら2年生の選手なんですが、ご覧のドリブルがあります。相手の相手に、ね、うまく入りながらね、ファウルもらいましたけどね。さあフリーキックのチャンスは尚志高校、13番の菅野のドリブルからチャンスを掴んでいます。風は向かい風になります。染野狙っていった、キーパーパンチング、こぼれている。このルーズボールは一度下げて菅野前に送ります。クリアしました聖光学院です。中村浩二監督の指示通り、今尚志の染野がカーブを描くようなフリーキック蹴って直接ゴールを狙っていきました。まあ、ちょっとこの強い風ですからね、聖光学院のキーパーの佐々木選手もうまくねパンチングして防ぎましたね、うん、素晴らしい判断でピンチをしのいだ聖光学院です。それでは聖光学院のベンチサイド様子を聞いてみたいと思います。野川貴博アナウンサーです。野川さん。はい、石井さん、こちら聖光サイドでも風について山田監督は、相手のやりたいサッカーができなくなる、俺たちにとってはこれは追い風だと話をしています。そして守備を強調しました。相手のボランチが攻撃の起点となる、その目を摘むようにということです。そして先ほどからラインを合わせるとピッチに声も送っています。前半は無失点でしのごう、守備だディフェンスだ、そして思いだと選手たちを送り出しています。先ほど映っていましたのが聖光学院の山田義之監督、46歳です。聖光学院に赴任をして19年目、監督歴は16年目を迎えます。人間力の向上をモットーに選手の育成を行っています。自分がいろんな人に支えてもらって感謝ができて、サッカーができている、その感謝の思いを持って戦おうと選手に話しています。そして山田監督からはディフェンスに関する指示が出ていたということですが、はい、聖光学院ここまでディフェンスはいかがでしょうか。本当にその一統一っていうのはしっかりできていると思いますし、重心がまあ下がるとき、あとはそのディフェンスライン上げるとき、そこはしっかりとディフェンスラインも上げ下げしっかりできてますから、あとはその尚志のボランチ2人ですよね、小池選手と福田選手ですかね、そこの起点に関してもしっかりとそこのアプローチはいってますから、しっかり全体でうまく一人はできているなと思いますけどね。なるほど。そしてこの山田監督なんですが、実は娘の真代さんが今日フットサルの全国大会進出をかけて山形県で決勝戦を戦っているということです。親子で全国を決めたいと話をしていました。クロスが入っていきました。最後は前川が走り込んでいます。今のも距離がありましたが、こうクロスを入れて前線のやはり10番前川がターゲットになっていきますね。そうですね、今半沢選手ですけど、シンプルですけどキーパーとディフェンスの間にこう嫌なボール入れましたから、そこに合わせるタイミングも前川選手ですかね、その入りも良かったですしね。8番の半沢から10番の前川へのボールでした。この2人は小学生の頃からずっと同じチームでサッカーをしてきたという関係性です。2人しかわからないそういう呼吸っていうのはあるんじゃないですかね。そうなんですね、相手の表情を見ただけで何を考えているのか分かるという話をしていました。さあそれではここで聖光学院スローインです。相手陣内深いところから5番の小畑から、エリアの中には10番の前川が入っています。ピンク色のスパイク、さあかわした、高橋チャンスになるか、中に入れる、小畑倒れない、コーナーキックを獲得しました聖光学院。サイドを起点に攻めてこのセットプレーを獲得しました。山田監督は流れの中で掴み取れないとき、このセットプレーでなんとか1点をもぎ取りたいという話もしていました。キッカーは5番の小畑、そして体の強さを見せる10番の前川、そして9番の杉崎、ストレート系のボレー、ファーサイド、キーパーを抑えます。キーパー難しいですよね、この風ですからね、今のも少し押し戻されましたか ね、非常にそのキーパーの今日のジャッジというのが難しくなっています。キ
軌道が、ね、ずれるところがありますから、そういうところでの、まあ、出るタイミングというところのしっかりこう判断ですよね。一つのミスが本当に失点につながってしまうという今日の西武サッカー場、強い風が吹いています。さあ、それでは応援席の様子も聞いてみたいと思います。尚志高校の応援席、畑山美穂アナウンサーです。畑山さん。はい、6連覇を目指す園児の尚志高校応援席です。イケイケ尚志とこの風に負けないくらい力強い声が上がっています。サッカー部員、チア、吹奏楽、そして生徒も1年生全員が集まり、600人以上がエールを送っています。応援席もこの決勝に向けて準備万端です。たくさんある J リーグの応援歌の中から尚志という言葉が合う3曲を決勝直前に増やしました。さらにパワーアップした多彩な応援で6連覇を後押しします。この実況席までもその大きな声援が聞こえてきます。右サイド、オフサイドはない。郡司勝人、裏を狙っていく染野、これはうまく体を入れました。坂より左足でクロスを入れていきます。キーパーも出てきた、ヘディングシュート、最後は山内のヘディングシュートでした。思わず頭をかいたのは山内。まあ、ああいうところですよね、まあ、ボールが伸びてきましたから、そこのゴールキーパーの判断だと思いますけどね。まあ、今のもこの9番の染野の飛び出しからチャンスを作りました。ただこれ聖光学院のディフェンスもうまく体入れてますよね。半沢選手ですからね、帰ってきたのがね。豊富な運動量でピンチをしのぎました聖光学院です。それでは聖光学院の応援席の様子も聞いてみたいと思います。永井真希アナウンサーです。永井さん。はい、7年ぶり2度目の全国を目指す青のユニフォーム、聖光学院の応援席です。試合開始前からエールをずっと送り続けています。クロスが入るグラウンダーのボールですが、相手に当たってコーナーキックです。このセットプレーの後に永井さんに再びリポートを入れてもらいたいと思います。尚志高校、これが1本目のコーナーキックです。キッカーは7番の小池陸斗。このセットプレーになりますと尚志高校、やはり今年は高さがありますので、まあ、小池選手もいい左足持ってますからね。9番の染野、固まりながら開ける瞬間ですよね。そこバラバラに入ってくると思いますけどね、エリア内。巻いてくるボール、ヘディングシュート、最後は9番の染野でした。ただこれはラインを割っているということでゴールキックへとなりますが、今も染野高さを見せました。どうでしょうか、頭一つ抜けているようなヘディングをシュートをしていきました。まあ、でもしっかり真鍋選手もね、体ぶつけて自由を与えてませんでしたから、聖光学院としてはここまでは上々の立ち上がりでしょう。それでは永井さんにリポートを入れてもらいたいと思います。永井さん、お願いします。はい、今セットプレーの瞬間も常に応援の声が届いていました。青のユニフォーム、聖光学院の応援席です。そんな応援団が今年新たに掲げたスローガンがワン聖光です。選手や応援団全員で心を一つに全国へという強い思いが込められています。青の大応援団も選手たちと一丸となって優勝を目指しています。聖光学院といいますと非常にスポーツが盛んな学校です。聖光学院の野球部は夏の甲子園で13年連続出場を誇ります。そうした他の部活動からの刺激も受けながら、このサッカー部も1年ぶり2度目の全国を目指しています。間違いなく野球部から刺激をね、たくさんもらってるはずですからね。いい展開ですね。さあ、郡司です。ディフェンスが戻っているが、このドリブル、シュートを打っていった、キーパーを抑えました。ただ今のも非常に細かなタッチのドリブル、まあ、そうですね、相手からするとやりにくいですし、まあ、左の菅野選手同様ね、まあ、ボール持ったら常に勝負してきますから、まあ、そういう中でやっぱり両サイドからうまく主導権は尚志の方が取ってるかなというふうには思いますけどね。尚志の両サイド非常に速さがあります。5番のキャプテンの小畑から聖光学院です。オーバーラップ、もう一度小畑、最後対応するのはこちら神林2年生です。背番号20番の神林、会津若松の出身です。はい、どうぞ。この時間風に加え日差しも眩しくなってきたようです。あ、そうですか。そうしますと現在尚志のゴールキーパー鈴木光陽からすると少し見にくいような時間帯になっているのかもしれません。さあ、現在試合は0対0、
6年連続11度目の全国を目指す園児の尚志高校対7年ぶり2度目の全国を目指す聖光学院の一戦です。日差しもそうですけど、まあ、僕も現役の頃、まあ、雨はそんなに気にはならないんですけど、風っていうのは相当気にはなりますからね。そのボールの軌道とかそういうところは本当にこの強い風が変わってきますから、まあ、そういう中で、まあ、どうやっぱりそのなんて言うんですか、まあ、グランダーっていうんですかね、まあ、そういう中でしっかりとパスを回す、まあ、そこで、まあ、うまく選択を使いながらやっぱりこうロングボールとかそういうところをうまく柔軟に使ってほしいなっていうのは思いますけどね。両チームともにこの風を味方につけたい、そんな話もありました。さあ裏を狙っていきます、10番の前川、まあ、このようなスタイルが聖光学院にやりたいサッカーということになるんでしょうか。思いますけどね、背後をやっぱりこう前川選手がやっぱこうスタンダードを狙ってますから、まあ、そこはやっぱ少々のディフェンスがしっかりとリスクを考えながらそこはうまくケアしていきたいですよね。ディフェンスラインから攻撃を作っていくのは園児の尚志高校です。ここまで尚志がシュート4本、聖光学院は2本を打っています。前線へ染野、前を向いた山内が走り出している。染野ドリブルで持っていってかわして折り返すか、クロスバー、もう一度郡司下げます、坂より優しく入れて染野、杉崎が戻っていました。さあここから人数をかけてカウンターを仕掛けたいというのが聖光学院、前川です。ここですよね、起点でありながらどれだけ2列目が関われるかですよね。少しこれは長くなりました。前川がやはりキープ力があるだけに、そうですね、そこでうまく2列目サポート、あとはその1つ目2つ目のパスのところ精度ですよね。この強さありますよね、曽村選手ね、この切り替えから来きましたけど、これもポストに当たって聖光学院としてはピンチをしのぐというシーンになりました。徐々にこの染野いつきがその攻撃の手を力をつけていきます、力を入れてきています。 C さん、はい、どうぞ。成功サイドなんですが、その染野に対しては2番の間延にカバーにつくように指示を出しました。さあ裏抜け出せばチャンスですが少し長くなりました。2番の間延、攻守にわたって空中戦で強さを発揮するといういわき市出身の選手です。ある程度真鍋選手がつきながら、まあ、4番の安田選手あたりが、あとボランチですよね、まあ、そこあたりがうまくこのケアしながら、まあ、数的有利を作りながら抑えていきたいですよね、聖光学院は。あと聖光学院としては今日準決勝決勝が連続で行われるということで、その体力面が少し心配だ、そんな話もありました。ここまで選手たちの運動量というのはどうでしょうか。まあ、今のところも大丈夫かなと思いますけどね、うん、まあ、これがやっぱり時間をまあ経つことにつれて、まあ、昨日もそうでしたけど、足をつる選手がまあいましたからね、そういうところどれだけやっぱコンディションを取り戻しているかですよね。さあ8番の半澤です。昨日ミドルシュートを決めています。さあボール奪い返した、かわしていく小池、最後山口が上がっていきましたがファウルがありました。取りましたね、聖光学院のフリーキックです。聖光学院としてはこうしたセットプレー大切にしていきたいです。キッカーはキャプテンの小畑です。倒れているのは11番の郡司、大丈夫でしょうか。 50m6 秒フラットという非常に足の速い選手です。今日はこの右サイドバックに入っています。石井さん、はい、どうぞ。尚志ベンチです。その11番郡司に代わって15番松本岳人が入りそうです。あ、そうですか。ちょっとね、トラブルがあったかもしれません。代わって入りますこの15番の松本も同じく 50m6 秒フラットという俊足、まあ、この層の厚さというところで尚志高校1枚目のカードを切るということになります。ピッチに入り次第そのポジショニングを確認しておきたいと思います。今15番の松本岳人がピッチに入りました。小学校時代には栃木の陸上大会で優勝したこともあるという足の速さ。さあ聖光学院フリーキックです。グラウンダーのボール走り込んでいる、杉崎が走り込んでいました。ヘディングで半澤胸で落として、うん、右足のシュート、クロスバーの上でしたが今のシュートちょっと おしゃれっていうんですかね、はい、まあ、右足のアウトサイドでしたけどね。
意図としてはどんなシュートだったんでしょうか。そのまあ、ニアの上だと思いますけどね。少し前への回転をかけてキーパーの頭を越えていくようなシュートを打っていきました。8番の半澤真人です。いやらしいボール入れましたよね、小畑選手ですけどね。この小畑のキックの精度についてはいかがでしょうか。右足本当にもう素晴らしい精度ですしね。やっぱ守備だけではなくて右サイドバックの選手ですから、どれだけ攻撃に出る回数を、ね、多くできるかになりますよね。この小畑がどれだけ攻撃に参加できるのか、そこがチームの勢いを左右するんだという話、山田義行監督がしていました。石井さん、はい、どうぞ。聖光学院の山田監督の娘さん、真代ちゃんがフットサルの全国大会出場をかけた試合に今日臨んでいました、はい、その結果が出ました。全国大会出場が決まりました。あ、そうですか、はい、真代ちゃんはお父さんも勝って全国へ行こうとメッセージを送っています。これはもうお父さんもね、負けられないですね。負けられないですね、これはね、親子揃っての全国大会決めることはできるでしょうか。王者昇進に立ち向かっています聖光学院です。坂寄から変わりました松本、右サイドに入っています。郡司と同じポジションです。小池、前を見た、左足で柔らかいボール、染めのヘディングでスラしていきます。しかしここはオフサイドフラッグが上がっていました。聖光学院の方もね、やっぱ振られてはいますけど、しっかりとボールホルダーに来てますし、そこのディフェンスラインですよね、まあ、少子が一つパスを下げたところでもディフェンスライン上げてますから、しっかりこうコンパクトを保ちながら、全体が本当に意識、守備の意識をね、うまく高めながら、全体でこう、まあ、ゲームっていうんですかね、守備でしっかりした守備っていうのはできてますよね。今年は高校サッカー選手権、台風19号の影響で日程が変更になりました。準々決勝から準決勝までの間が3週間空くという日程だったんですが、その3週間あったおかげで様々な対策を練ることができたと山田監督は話をしていました。裏を狙っていく、染野を走らせていきますが、キャプテンの小畑が対応しました。山田監督が絶大な信頼を置く聖光のキャプテンの5番、小畑俊介です。さあ、尚志高校、もう一度ディフェンスラインから作り直していきます。このポゼッションサッカーというのが尚志高校一つ持ち味です。まあ、聖光学園も、ね、あまりこう前から行かずに、まあ、しっかりと自分たちがはめたところからこう取りには行ってますよね。そのリスク管理というところとても大事にしています。かわしたのは坂寄です。さあ、走らせた松本学徒、オフサイドはない。クロスが入る、キーパーパッチング。坂寄、もう一度小池、福田から左サイドです。一気に入れてきた、山内胸で落として染めの絵というボールでしたが、ここはクリアします。前川、いや強いですね。いや強さありますね。プレーオンです。右サイド小畑、裏を狙う、聖光学院もね、あの素早く攻撃仕掛けたいですけど、まあ、少子の切り替えも早いですし、基準も早いですから、そこはやっぱりやらせてないですよね。両チームともにこの攻守の切り替えが非常に早いという決勝戦です。菊池からクロスが入る、風に戻される形、杉崎追いかけます。先ほどもね、園村選手のシュートシーンですけどね、この相手を一人で剥がしていく力強さがあります。18歳以下の日本代表、鹿島アントラーズ入団が内定しています。現役時代には奈良橋さんも鹿島でプレーをされていましたが、これからこの染野が後輩になっていくわけですね、はい、染野、改めてどんなプレイヤーでしょうか。まあ、やはりこう何でもできる選手だと思いますし、その出して受け手にもなれますし、やった得点という力もありますから、まあ、そういう中で、まあ、しっかりとね、まあ、これから、まあ、まだ高校生活終わってないですけど、まあ、プロとして、まあ、どれだけ、まあ、できるのかっていうのは非常に楽しみはしてますけどね。この尚志での夢、一つ目はプロになること、そしてもう一つは全国制覇なんですという話をしています。9番の染野、その二つ目の夢に向かって、まずはこの県大会決勝を戦っています。山口から裏を狙っていく、前川へというボールでした。頭で周りを見て、佐藤から半澤です。まあ、この半澤も非常にテクニックのある選手です。奪い返して山口、縦に送る前川、しかしここはうまく体を入れ替えました。4番の渡辺光陽です。前、
抜け出した松本学とチャンスになる1対1。キーパーよく出ました。佐々木またしても足を伸ばす。いや佐々木優と勇気を持って出てきました。福島市の出身です。身体能力の高さ、勇気ある判断でしたよね。松本選手が抜けた、これ染村選手からのパスですけどね、背後抜けて本当に最大の決定機でしたからね。しっかりとコース狭めていい判断でしたね。勝利への思いの強さ感じます。そしてこの4番の渡辺光陽のスローイン、ロングスローがあります。山内そして染野が近いところ上がっています。風に乗って染野クリアしました。さあ前川奪えばチャンスになる。相手のディフェンダーからしてもこの前川が走ってくる瞬間というのはやはり怖さがありますよ ね、一本で得点につなげる力がある聖光学院です。幅広く動きますしね、そのスピード強さもありますから、この試合エースとして何としても得点に絡んでチームの勝利に貢献したいんだという話をしていました10番の前川龍之介。まあ、入部した当初は体重62キロだったそうなんですが、今では12キロ増えて74キロ。誰よりもストイックに体を鍛えてきたということです。相手を背負う強さもありますからね、相手を背負ってから反転してのシュートが得意だという話をしていました。これはカットされます。右サイド松本を走らせます。どうでしょうか、この時間帯少し染めのポジション下げてますかね。そうですね、自由に動いてますから、まあ、そういう中でもその聖光学院の方が、まあ、ディフェンスがいかずに、まあ、しっかりその、まあ、受け渡しはできてますよね。中学時代にはボランチをやっていたという染野です。現在ポジション少し下げています。ハンドがありました。少子今リスタートを試みましたが、相手がちょっと足を伸ばして邪魔をしたということで今イエローカードが提示されました。6番の佐藤克樹にイエローカードです。少子高校のフリーキック、そして手元の時計で間もなく前半の35分ということで、いや奈良さんあっという間ですね。あっという間ですね。現在試合は0対0です。少子高校のフリーキックです。3番の坂よりから染野も上がっている。ヘディングでこぼれている。相手に当たって佐々木が抑えます。ここまでのシュートの本数ですが、少子が6本、聖光学院は3本ということになっています。まあ、決して聖光学院も完全にチャンスがないという場面ことはありませんね。そうですね、前川選手が、まあ、常にやっぱ背後を狙ってますし、まあ、そこで、まあ、先ほども言いましたけど前川選手、杉崎選手に入ったところですよね。まあ、そこが入ったところの入れてのサポート関わり、まあ、そういうところの判断が早くいければその攻撃の感じはできると思うんですよね。得意のハイプレス、ショートカウンター、この少子のパスワークからボールを奪ってカウンターを仕掛けていきたい青の聖光学院です。一方こちらは見ていて楽しいパスサッカーを展開する少子高校。ここも山内強さを見せます。福田外へ、染めの前を向いた、2列目から前にパスを出します。13番の菅野、キーパーも出てくるが菅野が追いつきました。中に上がるのは染めのと10番の山内です。グラウンダーのボール左サイドから菅野です。これは相手に当たってコーナーキックです。少子高校2本目のコーナーキック。少子の前線は本当にね、まあ、流動的に動きますし、まあ、ソムの選手が引く分やっぱサイドの菅野選手、文治選手あたりが中に入りながらね、あとはうまく山内選手とかかりながら攻撃の形を作りますから。ソメのだけではなくて山内も夏の全国大会インターハイの得点王です。そうしたタレントが豊富に揃っているという少子高校、全国制覇を目指しています。さあそしてコーナーキック、坂よりが切ります。染野がニアサイド、ファーサイド離れたところには20番の神林です。外に抜けていくようなボール、染野ヘディングで折り返して山内手を伸ばします。クリアしました。このルーズボール
高橋追いかけていきましたが、最後は7番の小池陸斗が外に出しました。早いスタート、前川相手を背負って、この浮いたボール、球際の強さを見せる聖光学院ですが、一人ゴール前に倒れてるんですよね、聖光学院ね。大丈夫でしょうか、8番の半沢ですかね。今ゴールキーパーの佐々木が一度背中をポンと叩きました。8番の半沢、昨日の準決勝では素晴らしいシュートを決めています。実はこの半沢はこの高校サッカーを最後に競技としてはサッカーを引退することを決めています。小学生の頃から半沢と10番の前川は同じチームでプレーをしてきました。前川は泣いても笑ってもこの半沢と一緒にサッカーができるのはこの大会が最後だったら笑って終わりたいですという話をしていました。共に戦う最後の舞台、高校サッカー選手権、1年ぶり2度目の全国を目指す聖光学院。ぜひでも2人にとってもね、全国の舞台っていうのはね、これ目指すべきところですよね。その全国の舞台を目指して厳しい練習にも耐えてきました。さあどうだ、6番の佐藤克樹からドリブルで切り込んだところ、ここは尚志高校にファウルがあったということでフリーキックです。聖光学院です。まもなく後半の4前半の40分を迎えます。現在試合は0対0尚志高校対聖光学院、リスタート、前川前を向いた、中には杉崎がいる、相手に当たってスローインです。杉崎がボールの元へと寄っていきます。この杉崎もロングスロー投げられますので、そしてこちらからは風、追い風です。2番の間の目上がってきた、その間の目の後ろこぼれている、ボールへの反応はキーパーを抑えました。ゴールキーパーの鈴木光陽、尚志の守護神、去年選手権の全国大会埼玉スタジアムを経験しているというこの鈴木光陽です。尚志高校ここは長くなりました。ここも少し距離が合いませんでしたが、風の影響というのもあるかもしれませんね。それは間違いなくあると思いますしね、やっぱソメの選手も中盤にね、やっぱ下がってくるケースが多くなってきてますよね。ソメの前線でボールがこう入ってこないところもありますから、中盤にうまくボールをまあ呼びながら、まあ自分でやっぱゲームを作ってはいますよね。まあ周りも関わってはいますし、ソメのポジションを下げてボールを動かしてきているという尚志高校です。そしてアディショナルタイムは3分と発表されました。残りは3分です。どうでしょうか、ここまでの前半ご覧になっていて、両チームのこの戦い方というのは、やっぱりこの尚志の方があのしっかりと、まあ、攻撃でボールを握る、そういう時間帯が続いてますし、まあ、でも聖光学院いい守備は、ね、やっぱできていると思いますから、まあ、この壁ですからね。戻されますね、間の目こぼれている、シュートまでつなげることはできません。カウンターを仕掛けるのは尚志高校の菅野ですが、これはうまく外に出しました。あといい守備からその攻撃の形ですよね。人数をかけるとどうしてもその、まあ、表裏一体ですけど、守備っていうところの、まあ、リスクもありますから、まあ、そこをどう聖光学院の方が判断していくかですよね。攻撃と守備のバランス、攻守の切り替え、さあ逆サイドに振っていきますが、ここもやはり長くなりました。少しこの風の強さ、ジャッジというのが難しくなっているのかもしれません。山口から入れます、胸で落としたのは半沢です。前には前川が待っていました。福田から左サイド、これも合いません。どうしてもこのね、強風ですからね、ちょっとずれますよね。前川、小畑から杉崎です。もう一度右サイドから展開していきます。パスをつないで高橋翔陽、さあ山内から染野です。このポジションに下がってきています。右サイド松本が呼んでいる、坂寄から松本です。前を見た染野と山内がエリアの中、10番の前川ここまで下がってきてディフェンス、ライン終わりました。ゴールキックです。前線の前川選手がね、ここまでやっぱ守備のところ来てますから、この試合はチームのために攻撃でも守備でも献身的に走り回りたいという話をしています10番の前川。そしてこちらが15番の松本岳人、速さのあるドリブラー、サイドアタッカー、途中からピッチに入っています。
C さん、はいどうぞ。このゴールキックから一つシュートを行けと指示が出ています。さあこの前半終了間際、最後シュートにつなげたいという聖光学院の山田監督です。まあ、そのためにはこの前線の9番の杉崎、10番の前川につないでいきたい。さあこのルーズボール奪えるか、うまく体を入れた前川、いやどうかな、前を向いた、キーパーも出てきている、うん、キーパー前に出てきて体を張って止めています。難しい判断だったと思いますけどね、ゴールキーパーの鈴木選手ですけどね。山田監督の指示通りシュートまでつなげました。ただ鈴木もここは勇気を持って飛び出してきました。そしてまだ10番の前川が少し起き上がることができません。実はこの前川膝を痛めているということで、今日は痛み止めを打っての出場です。安心すごいですよね、総力戦となっています聖光学院です。これはとっていいね、思いは感じますよ。ファーサイド真野目かこぼれている半沢シュート、もう一度相手に当たりましたが、ここで前半終了のホイッスルです。少子高校対聖光学院、前半は0対0、後半へと入ります。郡山市の西部サッカー場で行われている高校サッカー選手権福島県大会の決勝、少子高校対聖光学院の一戦です。解説は奈良橋明さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。それでは両チームの応援席の様子を聞いてみたいと思います。まずは少子高校応援席、畑山美穂アナウンサーです。畑山さん。はい、少子高校では今年から女子サッカー部が立ち上がりました。1年生14人が応援しています。
今月末に新人戦を控える中、男子サッカー部の全国への切符をつかむ姿を見たいと応援に駆けつけています。キャプテンの長谷川美優さんにお話を伺います。どんな思いで入部したんですか？今年から女子サッカー部ができるということで、全国の常連である尚志高校のサッカー部にも憧れて尚志高校に来ました。後半はどんな戦いを期待していますか？風が強いですけど頑張ってほしいと思います。その思いを込めて応援をお願いします。応援頑張るぞ。イエーイ。6連覇に向けて女子サッカー部も後押ししています。園児の尚志高校の応援席に対しまして、こちらは青に染まった聖光学院の応援席、永井真希アナウンサーです。永井さん。はい、青色の大応援団盛り上がってます。獅子田大輝さんにお話を聞きます。前半どうでしたか？やっぱ攻められた部分っていうのはあったんですけど、こっちも前川中心として、いい攻撃の形はできたんで、後半このまま勢いで点取ってこのまま勝ちたいと思います。この大事な後半どんなエールを送りますか？やっぱ、選手たちには自分たちの応援が絶対必要になるんで、この野球部全校生合わせて一体感持ってやっていきたいと思います。ありがとうございます。そして13年連続甲子園に出場している野球部の吉田キャプテンも来てくれています。後半の応援どんな気持ちを込めますか？自分たちも野球をしてサッカー部が夜遅くまで練習してきてみてんで、そこにプライドを持って後半戦も粘り勝ってほしいです。ありがとうございます。では皆さんエールをお願いします。第98回全国高校サッカー選手権、スタンドからの声援を力に変えて全国への道を切り開くのはどちらのチームでしょうか。郡山市の西武サッカー場から生中継でお伝えしています。
第98回全国高校サッカー選手権福島県大会の決勝戦、尚志高校対聖光学院の一戦。18歳以下日本代表染野いつき、前半にシュートシーンもありました。まあ、こうした染野の動き、前半奈良さんいかがでしたか？まあ、シュートもありましたし、まあ、幅広く動いてましたし、やはり尚志の中心だなっていうのは、まあ、改めて感じましたけどね。対します聖光学院ですが、まあ、こうしたセットプレーを奪ってシュートにつなげていくというシーン多かったですね。そこもありましたし、終了間際ですよね、前川選手が抜けてそのシュート、ここですよね。まあ、こういうそのスイッチっていうんですかね、まあ、そういう形をね、攻撃の後半どれだけ家族できるか、まあ、いい守備はしっかりと継続してもらいたいですよね。両チームともにチャンスは作ったんですが、まだ得点は生まれていません。0対0です。こちらは青いユニフォーム、7年ぶり2度目の全国を目指す聖光学院です。対します、こちらは6年連続11度目の全国を目指す尚志高校。去年の選手権では全国大会でベスト4、強い福島の姿を全国へと伝えました。去年の選手権を見て、今年の尚志高校のセレクションには、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地から実に500人の中学生が集まったと。そこは間違いないですよね。ということなんですね。それだけこの尚志高校のサッカーが前回大会で多くの人の心に残った、心を動かしたということでしょう。さあ、これから後半戦です。見どころどんなところでしょうか？まあ、とにかく、尚志の方は変わらないというか、自分たちがボールを支配できますし、そういう継続ですよね。その聖光学院の方は我慢する時間帯が続いてましたから、いかにその攻撃の形をね、スイッチをいつどの時間帯で入れるか、そういうところだと思いますけどね。さあ、今後半が始まりました。後半の40分です。左から右に攻めるのが青の聖光学院、右から攻めるのがエンジの尚志です。中盤でこのボールを抑えるのは聖光学院、前に持っていく。そして尚志高校選手の交代があります。12番の福田を下げて8番の松島が入りました。松島武人が入っています、尚志高校です。福田に比べて比較的攻撃的なプレーヤーをピッチに入れてきたという尚志高校です。ボランチ2枚が、ね、小池選手で攻撃的な選手を入れてきたということは、少しやっぱり攻撃に比重をかけてきたかなと思いますけどね。染野ワイドに展開します。大外上がってくる五十嵐、その五十嵐です。クロスワンタッチで入れた、後ろ向いて菅野、斜めに入れていく、ボールが押し戻される、キーパー手を伸ばす、こぼれている左足シュート、染野決まった。染野いつきの先制シュート決まりました。やっぱり決めますね。後半手元の時計で2分、18歳以下日本代表のこの男がゲームを動かしました。ちょっと少々序盤からこれね、難しい対応だと思うんですよね。佐々木選手ですけどね、キーパーね、出てきたところ、こぼれ球を本当に、そこ卒なくっていうんですかね、うまく狙った、いいシュートでしたよね。ここね、ワンタッチから早かったですし、ここしかないっていうコースでしたからね。染野は今大会これが3得点目です。序盤から尚志の方が攻撃のスイッチをかけてましたよね。両サイドバックは本当に厚みのある攻撃を仕掛けてましたし、そういう中で本当に後半エンジンかけるぞっていうね、そういう、こう姿勢っていうのは見られましたよね。この大舞台で結果を残す勝負強さ、染野いつきが先制ゴールを決めています。1対0、後半開始早々ゲームが動きました。聖光学院はメンバーの交代はありません。ただ聖光学院にも非常に強力な2トップ、10番の前川、9番の杉崎という選手がいます。一発ボールが通れば分かりません。一度ラインを下げます。入れていく小池、ゆったりとボールをつないで、
こうやって繋ぐ 中で特にやっぱりその山内選手、染野選手ですよね、まあ、こういうこう相手の間に入りながらタイミングで入ってきますから。さあ菅野、山内か菅野シュート、うん、キーパー弾いた。いやまだありますよ、15番松本追いつきました。小池縦に入れる、染野前を見た、右足を折り返してマイナスに出て菅野、さあどうだ杉崎、これはファウルがありました。ただこの辺りのパスがつながり始めてきた尚志高校得意の形、後半になって出てきました。こちらが先制ゴールの18歳以下日本代表の染野樹、まあ、選手の距離感ですよね。あと染野選手が落ちたところに、まあ、13番の菅野選手が斜めの動きで入ってきますから、そういう出して受けてそこぴったりと今合いましたよね。そうなってこう斜めの動きになってくると、その守備っていうところがこう誰がつくのかっていうところが曖昧になりますから、ね、そういうところをうまくやっぱタイミングを見ながらって狙ってはいますよね。さあこのハイプレスを仕掛けるのは青の聖光学院です。これ以上の失点はしたくないところ。染野もいる、狙っていったキーパーを抑えます。距離はありましたがシュートを打っていきました。後半立て続けに4本のシュートを放っているという尚志高校です。1対0、1点を先制しています。聖光学院はどう考えるかですよね、まあ、0-1 というところのプランを持っていたのか、まあ、そこでやっぱ気落ちすることなく、まあ、しっかりやっぱ守備というところですね。まだはね、まだ時間ありますから。聖光学院の山田監督は今年1年間東北の最高峰リーグ、高校生年代のサッカーリーグ、プリンスリーグを戦う中で様々なサッカーに対応してきた、その対応力を磨くことができたという手応えを口にしていました。そしてその対応力とは想定の幅を広げることなんです。様々な事態を想定してこの決勝に挑んでいるという山田監督です。石井さん、はいどうぞ。そして先ほど先制点を決めました園児の尚志高校ベンチです、中村監督も笑みをこぼしました。先ほどハーフタイム中の指示なんですが、戦術面の指示はほとんどありませんでした。とにかく選手たちにもっと尚志のサッカーを楽しめという指示でした。そして染野選手は楽しんでいると答えていました。いや抜けましたよ松本、抜け出しシュートまでいくか。聖光学院奪って8番の半沢、徐々に尚志高校狭いスペースでもパスが回り始めましたね。まあ、そうですね、連続性もありますしね、こちらが中村浩二監督です。見ていて楽しいパスサッカー、尚志高校のこのパスサッカーを22年間指導してきたという中村浩二監督です。まずは尚志が全国出場へ大きな大きな1点を奪いました。さあフリーキック、7番の小池から9番の染野と山内が近いところ、互いに切磋琢磨をしてきたというこの2人、ゴールに向かっていく、キーパーパンチングします、こぼれている左足をシュート、手を伸ばします。最後は4番渡辺光陽のシュートでした。この渡辺2年生、この渡辺も高さのある選手、ヘディングに強さを見せます。今日は2年生のセンターバック神林と渡辺光陽、さあ奪った、前を向いた前川、さあかわしてシュートまでいくか、エリアの中に入っていく、3人4人と密集してボールを奪いました。野川さんどうぞ。はい、一方の青の聖光学院ベンチサイド、失点の瞬間は山田監督じっとピッチを見つめていました。ただですね、10分間はアグレッシブな守備で失点をしないことを指示していたんです。そして山田監督、お前たちのゲームになっていると選手たちを迎え、両サイド特に左のスペースをよく使えと指示を出しました。それ以上に尚志の方がアグレッシブにこう仕掛けてきましたよね。尚志の思い切りの良さが生んだ1点と言えるかもしれません。右サイド11番の高橋翔陽がプレスをかけていきましたが、尚志高校カウンターか、染野です、かわしてうまく体を当てたのは2番の間野目、高橋翔陽相手を背負う形、渡します、つなぐ菊池から佐藤克樹、ワイドに展開する、長いボール入れていく前川、杉崎もいますがその前でラインを割ります。尚志高校のスローインです。
まあ、その先制点の重みというところについてですが、全国大会が首都圏で開催されるようになってから過去43回の大会のうち、この先制点、実に32回の大会で先制点を取ったチームが優勝しています。石井さん、はい、どうぞ。園児の少子高校応援席です。得点の瞬間、赤と緑のメガホンが一斉に揺れました、はい、ピッチにいる選手たちが応援席の方へハイタッチにやってきました。喜びを全員で分かち合っています。間違いなくこの応援の力というのも選手たちには伝わっていることでしょう。その応援の力を受けて1点を先制しました少子高校。聖光学院かわして菊池、相手の股を抜いていきましたが、中盤から小池、前線走らせる菅野、5番のキャプテンの小畑が対応、クリアします。染野、ヘディングでつなぐ山内、船で落として染野、右へ山内がゆっくりと上がっている。さあインターセプト、半沢から前に送る、杉崎、前川が呼んでいる。しかしこれは長くなりました。このボールの奪い合い、球際の攻防ですが、これはファールがありました。少子高校のフリーキックです。失礼しました、聖光学院のフリーキックへと変わりました。さあこうしたセットプレー一つ一つを大事にしていきたい聖光学院です。高さのある10番の前川、9番の杉崎、さらには2番の真野目も上がっていきます。石井さん、はい、どうぞ。青の聖光学院応援席、フリーキックが決まった瞬間、大きな声援が上がりました。声援をずっと送り続けています。小畑からキーパー抑えました。この後も落ち着いた判断。今日聖光学院はスタートの11人が全員が3年生という、この選手権のかける思いというのは非常に強いものがあります。このチームをまとめ上げてきたのが5番のキャプテンの小畑。山田監督は今年はこの小畑のチームなんですと話をするほど絶大な信頼を置いているキャプテンです。そのキャプテンを中心に後半1点を追いかけるという展開になりました。聖光学院としてはここからどこかでこの攻撃のスイッチを入れていかないといけないですよね。まあ、そこですよね。その時間帯で0対1で負けてますから、まだ交代選手っていうところもそうですしね。山内、右サイド、松本、上がっているのは3番の坂寄です。その坂寄を使うエリアの中、菅野、そして染野、山内が上がっている。しかしそこにボールは出させませんでした。22番の山口和弘、キーパーまで戻します。そして今日のこの決勝戦ですが、2900人の方がこの決勝戦を見に来ているということです。郡山のセーブ、坂上、前川シュート、ミドルシュート、エースの前川シュートを打っていきました。この貪欲な姿勢狙ってますよね。ベースあればね、将来は絶対にプロになるんだという話をしていました。この表情などいかがですか。いや、いいんです。これ一つ言うと右サイドにいたんですよ。なるほど。選手がそこはたいてゴール前入ってってっていうところのもう一つの選択も持ってほしいなっていうのは感じますけどね。まあ、悪くはないですけどね。ただ俺が決めるんだという強い気持ち、まあ、そうですね、ゴリゴリ系っていうんですかね、感じますね。そういうところはね、すごく感じましたよね。石井さん、はい、どうぞ。青の聖光学院ベンチなんですが、その前川、先ほど山田監督を全員で胴上げするんだと話していました。その山田監督、拍手でミドルシートをシュートを評価しています。さあ染野から走らせる菅野、折り返して渡して山内のシュート、青い壁がここはシュートを阻みました。さあ前川カウンターか。目まぐるしい攻防が続いています。右サイド11番の高橋翔陽を使おうとしました。まあ、その10番の前川、さらには5番のキャプテンの小畑に話を聞きますと、何としても優勝して山田監督胴上げをしたいんだ、そんな話をしていました。全国出場を決めて3年間ありがとうございました、そしてこれからもお願いします、この2つの思いを込めた胴上げ、これが自分たちの夢ですという話をしています。ボランチを経由して裏を狙う10番の前川、2人で対応する。ファウルがありました。ただ成功としてはやはりこの10番の前川にボールを集めてますね。そこの動き出しを、ね、常にこう周りも見てますしね。ここですよね、菅野選手からの低いクロスですけど。石井さん、
はい、どうぞ。先ほどから積極的に攻めている聖光の10番前川選手ですが、父の高橋さんが応援に来ています。そうですか。高橋さんは聖光学院サッカー部創設時のメンバーだったんです。自身が現役の時は23年前ベスト8まで進みました。今このチームで全国大会出場という夢を叶えてほしいとエールを送っています。10番で半沢、前川がこの聖光学院に行くことを決めたのもお父さんの影響だったという話をしています。父の思いも背負ってこの全国をかけた決勝戦戦っています。10番の前川、染野つなぐ、ワンタッチで松島へとつなごうとしました。菅野クロスを入れる、キーパー正面です、抑えます。染村選手が中盤引いてきますから、そこで前線にいるとディフェンスあのつきやすいと思うんですけ ど、 なるほど。そこでやっぱ曖昧になってるになってるっていうんですかね、聖光学院の方がね、そう行くのか行かないのか、ちょっとこう、まあ、人数が余っちゃってるところもありますから、そこの判断っていうところがちょっとこう難しくなってるかなっていうふうには思いますけどね。そのマークの受け渡しなどがより難しくなっているのかもしれません。まあそこ柔軟に相手を見ながらどのスペースが空いているかっていうところはしっかりと染村選手も感じていると思いますから、そこはあとは周りが、ね、うまく関わりながらやっぱサイド中央っていうその攻撃の形は、ね、作れていますからね。その中で聖光学院の方が少しやっぱり前半から振られているところもありますから、そういうちょっと難しさっていうところは、まあ、守備ところは出てきてはいますよね。高橋翔陽クロスを入れますが相手に当たります。ファールがありました。今11番の高橋翔陽のドリブルからチャンスを作ろうとしました聖光学院です。この高橋は実は小学校1年生の時に耳の手術を行って現在も人工内耳をつけてプレーをしています。ただそんな中でも自分の足元の技術を徹底的に磨き上げて掴んだ強豪聖光学院でのレギュラー、自分のプレーを見て同じようなことで悩んでいる子どもたちに夢希望を与えたいんですという話をしていました。3年生最後の選手権です。石井さん、はい、どうぞ。青の聖光学院ベンチなんですが、山田監督は監督生活16年の裏を狙う13番の菅野を切り込んでいって相手に当たってコーナーキックです。これが後半1本目。このセットプレーの後に能川アナウンサーからリポートをもらいたいと思います。そして聖光学院1人選手が準備をしています。佐々木秀虎2年生25番の選手です。どのタイミングで入るでしょうか。昨日の準決勝もね、この途中から出てきましたよね。山田監督も大勝負の時に使用するという話をしています。さあコーナーキック、小池から中央こぼれている山内、ヘディングで押し込めるか。半沢、おお染めのをかわした、カウンターになるか。山口から左サイド前線走り出しています。8番の半沢へ下げて山口、裏を狙っていきますがラインを割りました。8番の半沢真人、そして2番の真野目、そしてここで選手の交代があります。11番の高橋翔陽に代わって佐々木秀虎です。では能川さん、リポートの続きをお願いします。はい、山田監督はこの今交代しました11番の高橋について考えさせられた選手なんだと話しました。練習も試合もトレーニングも普通にこなしちゃうんだと話します。ハンデキャップを思わせないところが彼の強さ、そう評価しています。11番の高橋を固い握手で迎えました山田監督です。そして尚志高校も選手の交代があります。13番の菅野亮斗に代わって19番の今井誠司が入ります。3年生この選手も素晴らしいドリブルを持っている選手です。サイドアタッカー今井誠司が入りました。3年生です。調子の両サイドの選手は、ね、どの選手もスピードがありますからね。そうなんですよね、はい、相手にすると本当にやりにくい選手ばかりですよね。調子高校は今年このサイドの選手が非常に豊富、さらには高さのある選手もいる。この攻撃のバリエーション、これが一つ今年の強みなんですと中村コーチ監督も話をしています。特に聖光学院の小畑選手ですよね、まあ、僕もサイドバックだったんで、はい、こういう時間帯にサイドでフレッシュな選手が来るとちょっともう厄介というか、もう向こうフレッシュなので、こっちはちょっと疲れているので、
まあ、そういう中での対応っていうのは難しくなってくるとは思うんですけどね。そうですね、まあ、その小畑試合前この一戦について、まあ、体力的に辛いところはあるがここまで来たら気持ちなんですという話をしていました。気持ちで戦っているという聖光イレブンです。1対0、1点を追いかける1点を取ったことでどうでしょうか。この少子のサッカーにもちょっと余裕が出てきましたか。まあ、そうですね、前半からですけど、相手をしっかりとまあ動かしながら横を立て、まあ、サイド中央ですよね、そこをうまく揺さぶっていますし、まあ、聖光学院のボランチが2枚その前には行きたいですけど、前に行く分やっぱその後ろっていうのを巧みに染村選手、やっぱ山口選手あたりも狙ってますから、やっぱり相手を見ながらね、柔軟にその攻撃の形っていうのを変えてますよね。後半に入ってからはここまで少子高校がシュート6本、聖光学院がシュート1本ということになっています。ただ一発で得点を奪う力があるのが聖光学院です。まあ、十分2枚でね、その前2枚で十分にその得点っていう形作れますからね。石井さん、はい、どうぞ。じっとピッチを見つめている中村監督の横には、あの習志野時代指導をしていました小室正弘さんがいるんです。はい、この小室さんというのは中村監督も指導を受けた先生なんです。で、小室さん、サッカーで成功してほしいんじゃない、これから先の人生幸せに生きてほしい、そのための道しるべになりたいんです、そう話していました。選手たちにサッカーだけではなくてその人間力、そういったところも教えているという小室正弘コーチ。中村先生の高校時代を知る名参謀です。去年選手権を全国ベスト4、少子を全国ベスト4に導きました。6番の佐藤勝樹、下げて山口、前に送ります。半沢、この中盤から前線につないでいきたいんですが、なかなかここを好きにさせません少子高校です。裏を狙っていく山内を走らせます。昨日の準決勝2得点の山内、松島、まあ、どうしても染村選手注目いきますけど、山内選手も相当ね力ある選手ですからね。そうなんですよね。チャンスになるか、杉崎から裏を狙っていきますが少し長くなりました。そして後半も手元の時計で20分を早くも経過しています。残りは20分。今年は少子高校が去年の選手権で全国大会ベスト4に入っているということで、今年の福島代表は2回戦からの登場ということが決まっています。2回戦は1月2日2020年、つまりこのチームのどちらかがこの仲間と来年まで思いをつなぐことができるということになります。この仲間と少しでも長くサッカーをしていたい、その思いは全国のサッカー部員共通の願いです。まあ、みんなが思っていることは、特にやっぱ3年生はね、それは本当に強く思っていることですからね。そのたった1枚の全国切符をかけた決勝戦、ここまでは少子高校が1点のリード、青の聖光学院が追いかけるという展開。そして聖光学院、ここで選手の交代です。6番の佐藤勝樹に代わって20番の佐々木陽平、2年生入りました。まあ、昨日の準決勝でスタメン出てますね。まあ、攻撃のスイッチを入れる選手ですから、もうこれでやっぱり取りに来たっていうね、合図だと思いますけどね。攻撃のスイッチを入れることができるこの聖光学院2年生の司令塔、20番の佐々木陽平、点を取りに来ているという聖光学院の山田義之監督です。石井さん、はい、どうぞ。青の聖光学院ベンチ、山田監督は佐々木に対してボランチとセンターバックの間、そしてミドルシュートなんかも狙えと指示を出しています。得点を狙う動き、そういったことを佐々木に伝えてピッチに送り出している山田監督です。石井さん、はい、どうぞ。1点を追う青の聖光学院の応援席ですが、応援団長の宍戸さんは今年は途切れない応援をする応援団なんだと話しています。その通り後半に入ってからも途切れることなくここからだとエールを送り続けています。そうですね、この時間になっても地鳴りのような声援がこちらまで届いてきています。その声援を受けたスローインです。中に送る、前川待っていますがそこにボールは入れさせない。しかしここはファウルがありました。いいところからフリーキック。残りは後半すでに20分を切っています。全国をかけたこの決勝、少し時間かけてもいいと思いますけどね。
ちょっと変えてきましたね。前川ミドルを打つか、高くなった、ちょっと大きいか、足元つきませんでした。しかしこれはいい読みをしました。菊池左サイド使います。半沢足元抑えた。エリアの中には10番の前川上がっています。ただ少子高校のディフェンスもこういったところクロスを上げさせない2人がかりの挟み込む形非常にうまいですね。あそこのプレスバックっていうのはしっかりとやっぱできてるなというかね、十分に落とし込みっていうのはできてるとは思いますよね。今日の少子高校のディフェンスラインは3番の坂より以外は全員が2年生、その3年生の思いも背負って戦っているというこの2年生のディフェンス陣、それを3番の坂よりがうまくまとめています。あと聖光学院もねやっぱプリンスで、まあ、いろんな経験をしてますけど、まあ、少子の方もねやっぱそのプレミアリーグでたくさんのやっぱ経験をしてますから、やっぱそういう経験値っていうのはもう今に生きてるなっていうふうには思いますけどね。少子高校は高校生年代の最高峰リーグプレミアリーグを戦ってきました。山内から中を見る染野が呼んでいる。山内から相手に当たってスローインです。そのプレミアリーグを戦ってきました。そのプレミアリーグで厳しい戦いをしてきたことで今年のチームには勝ち切る気持ちの強さ、また粘り強さがあるんですという話をしています。こちらがチームのキャプテンの山内です。染野をいい意味でライバル視して自分も実力を磨いてきた、そんな話をしています。そこ間違いないですよね。この2人の関係性があったからこそ一つのチームからインターハイ選手権得点王が生まれたのかもしれません。下げて松島、もう一度スローインです。下げます。小池陸人、これは聖光学院のスローインです。まあ、聖光学院も、まあ、2トップ、あと半沢選手、あとは佐々木陽平選手ですかね、まあ、その選手も入ってきましたから、まあ、うまくそこでやっぱ攻撃のアクセントを、ね、やっぱつけながら攻撃の形を作っていきたいですけどね。後半の立ち上がりに比べて聖光学院も徐々にペースをつかみ始めてきているかもしれません。カウンターを取る場面が増えてきました。五十嵐から前に送ります。胸で落とす。今井誠司途中から出場しました。2年生の神林から前線へ染野の高さを見せる。山内足元抑えて反転染野、小池、さあ奪った半沢、裏を狙う。小学生から共にプレーをする半沢と10番前川の連携プレーでしたが、ここは少しタイミングが早くなりました。まあ、ほんの一瞬ですけどね、まずやっぱ背後を狙っている動き出しはしてますけどね。まさにあうんの呼吸、心と心が通じ合っているという8番の半沢と10番の前川です。そして20番の佐々木が入りましたが、まあ、この佐々木と前線の選手の連携、これがうまくいけば得点のチャンスがあるんだと山田監督も話をしています。攻撃的な選手を投入してきているという聖光学院です。高さを見せます真野目です。半沢裏を狙う。さあかわした染野がエリアの中、山内ここからですよね、ここから繋いでいきたい。ここから入った瞬間いいサポート杉崎から繋いだ。いやないないですか。オフサイドはない。前川成功エースの前川、相手2人を引き連れて選手が上がっている。クロスを上げていきましたが、すごく少し長くなりました。もったいなかったのは抜けた瞬間自分の足に当たっちゃったんですよね。なるほど。 あれがうまくスペースにボールが流れればスピードに乗ってシュートまで持っていけたかと思うんですけどね。ここまで選手権4得点の前川です。しっかりと肩ぶつけながらね、ボール運びながら、ただ相手に寄せられても倒れないこの体の強さがあります。まあ、体幹の強さを持ってますよね、この選手は。
さあどうだ、菊池チャンスになる、数的有利聖光学院、左サイド半沢追いつけばチャンスですが坂寄が対応します。少しですけどズレがあるんですよね、やっぱり前川選手と その出して受け手のところですけどね、いい動き出してるんですけどね。中盤で菊池です、下げて前に送る、反転する半沢、ただ7番の小池素晴らしいフォローカバーに行っていました。ただこれは聖光学院のどうでしょうか、フリーキックですね。この時間帯手元の時計ですでに25分を経過、まもなく10分になろうというところ、残り時間10分になろうとしています。ここでフリーキック、キッカーはキャプテンの小畑、スタンドからの声援を背中に受けて誰に合わせてくるのか、前川中央ゴールに向かっていく、キーパーを抑えます。この鈴木もこの試合では非常にいい判断を、ね、まあ、落ち着いていますからね、ずっと続けています。レベルっていうのは大きいと思いますけどね。そうなんですね、はい、去年の選手権ではまあ PK 職人として PK 戦の時に出場していた鈴木光陽です。松島右に坂寄展開します、松本、渡辺光陽2年生、前川ハイプレスを仕掛ける、裏を取った、しかしここはオフサイドフラッグが上がっていました。実は尚志高校メンバーのうち去年の選手権ベスト4全国大会を経験している選手というのは9番の染野逸樹と1番の鈴木光陽のみなんですね。フィールドで本当に染野選手だけですから、ですからその選手の思い話を聞いて、まあ、自分たちも全国あの舞台でサッカーをしたいと強い思いを持っている選手です。石井さん、はい、どうぞ。その園児の尚志高校ベンチです、中村監督この時間集中しろと声を荒げて選手たちに指示を出しています。中村浩二監督もこの選手権については時にその思いの強さが実力を上回ることがある、それが選手権の怖さであり面白さなんですという話をしています。25番の佐々木秀虎、狭いスペース切り込んでいく、やりました、チャンスになる、中には前川も待っていましたが半沢からのボール、足を伸ばしたのは尚志高校です。ただ後半1本目のコーナーキック、聖光学院こうしたセットプレー、なんとか得点につなげていきたい聖光学院です。石井さん、はい、どうぞ。青の聖光学院全員身を乗り出して応援しています。さあキャプテンの小畑ボールをセットしてニアサイドヘディングで弾き返します、尚志高校半沢、いやー外は出ますけどね、そこ見えてるか、いつけいつけ下がれ、ボール奪えばチャンス、さあどうだ、小畑尚志高校奪った、山内から右サイド松島、前線染野が上がっている、ゴール前松本から山内も呼んでいる、山内足元を抑えた、シュートまで行く、染野足元を抑えてシュート、これはポストの横、ちょっと悔しそうな表情染野逸樹、まあ、中盤でボール取りながら、まあ、スピーディーなカウンターからここで山内選手がここまで入り込んで、まあ、でもこれ2番の真鍋選手ですかね、最後ね、ボールしっかりとここですけどね、しっかり当たりながら、まあ、でもこの染野選手も決定機ではありましたけどね、まあ、今真鍋が足を伸ばさなければおそらく点が入っていただろうと、まあ、そのまま入っていったと思いますよね、いうシーンでした。右サイドもう一度チャンスを作る松本、右足のシュート、これは上に行ってしまいました。石井さん、はい、どうぞ。園児の尚志高校応援席です、先ほどの惜しいシュートにあーっと、声が上がったんですが、すぐに次々と声が上がっています。そうですね、1対0緊迫したゲーム展開、まあ、まだね、分からないですし、まあ、2点目を今、ね、取れなかった、まだまだ成功を含めても、もうリズムが、ね、作れるはずですからね。
石井さん、はい、どうぞ。園児の尚志高校ベンチです。24番阿部かなとが呼ばれました。中村監督も認める努力家で強烈なミドルシュートを持つ県内出身の選手です。2年生阿部かなとが準備をしているというリポートがありました。19番の今井誠司です。この選手もドリブルが素晴らしい選手。周りを見て総面に渡します。もう一度今井誠司シュート行きました。キーパーを抑えます。今井も狭いスペースをスルスルと抜けていきました。スピードテクニックを兼ね備えた選手です。総面さあどうだ。今井山内尚志のパスサッカー。25番の佐々木染野とマッチアップ下げます。ファールがありました。そしてここで選手の交代です。尚志高校9番先制ゴールを挙げました染野いつきから24番の阿部かなとへの選手交代。3年生から2年生へ全国の思いを託す選手交代ということになります。今入りました24番の阿部かなと。この尚志の背番号9番染野の背中を見ることができてよかった。染野選手と一緒にプレーができて自分の成長につながっていますという話をしています。まあ、今日は結果も出しましたしね、染野選手はねゴールというね、まあ、でもこういうのはアクセントっていうんですかね、まあ、出してもなれるっていうのは十分にそこはね発揮してくれましたからね。そして聖光学院が後半2本目のコーナーキックを獲得しています。今度はこの風上からのコーナーキックです。手元の時計でまもなく35分残りは5分。前川の前杉崎のヘディングでした。8番の半沢です。渡してワンタッチで相手をかわしていく。半沢シュートを狙っていきました。まあ、昨日は同じような角度からミドルシュートを決めたんですが今のは上に抜けてしまいました。今のが後半2本目のシュートです。こちらが2番の真鍋ヘディングの強さを見せている選手。まあ、ワンツーで抜けて、まあ、昨日右足でしたけどね、これね十分中もいたのでクロスでも良かったかなと思いますけどね。なるほど、はい、人数もいましたから、まあ、そういうやっぱりね積極性っていうのをこうかあの感じますけどね。はい、さあこれはファールがありました。さあすでに後半35分を経過しています。両チームの応援スタンドからはこの時間も大きな声援が飛んでいます。畑山さん、応援席様子はどうでしょうか。はい、懸命な応援が続いている尚志高校の応援席です。真剣な表情でピッチを見つめています。この風に乗せて声を届けようと一生懸命応援を続けています。残り5分、青の聖光学院応援席、先ほどのシュートシーンからより応援の声が大きくなりました。抜けた前川、しかしここはオフサイドフラッグ上がっていました。永井さんお願いします。青の聖光学院応援席ですが先ほどの惜しいシュートシーンからより大きく声が上がるようになりました。ワン成功で声を届けています。残り5分を切って尚志高校としては全国へのカウントダウンが始まっています。聖光学院残り時間少ない中で何とか追いつくことはできるか。そして選手交代、聖光学院3番の菊池に代わって7番の高橋匠が入ります。石井さん、はい、どうぞ。青の聖光学院ベンチ山田監督は先ほどから時間を気にするようになってきました。高橋にも積極的に攻撃に加われと指示を出しました。流れを変えることができる技術のある選手高橋を投入しました。さあどうだ。前川このルーズボールを抑えることができるか。代わって入った高橋です。小畑からこの後ですよ、つなぐ尚志高校。このルーズボールを抑えるのは聖光が奪った。前に送りますがここは裏に通しません。
両チームの思いと思いがぶつかるこの決勝戦。聖光学院山田監督、今年は思いが一つになった時に信じられないぐらいの力を発揮する選手たちが揃っているんですという話をしています。さあチャンスになるか、もう入れていいんじゃないですかね。クロスが入る、キーパーパンチング、もう一度佐々木、後ろスルー、小畑クロスを上げられるか、ファウルがありました。フリーキック決勝、残り時間2分を切っているというところで聖光学院がフリーキックを獲得しました。いいタイミングで前抜け出して足引っかかりましたからね。これまでチームを引っ張ってきたキャプテンの小畑、チームのために体を張ってそしてセットプレーを獲得、そしてキッカーここは8番の半沢へとボールを渡しました。まあ、消費の方法というのは真ん中で作るわけではなくて、まあ、ゾーンで守ってはいますから、この間にうまく入り込みながら合わせたいですけどね。優しくこぼれている佐々木、思い切って打った、下げます、半沢キープ、右のスペースへ佐々木、クリアしました。セットプレーから一つチャンスを作りましたがシュートまでは行かせません。えんじの尚志高校、6年連続11度目の全国が近づいてきました。対する聖光学院、今年は強豪が揃うプリンスリーグで8位残留を決めています。年間を通して成長してきたこの青いイレブン、1点を返すことができるか、まずは同点に追いつきたい。時間を使いに行くのはエンジの勝者です。ここはスローイン聖光学院、そして手元の時計で40分を経過、アディショナルタイムは3分です。山内宗で落として阿部かなとがゴール前、まあ少々時間を使ってきますよね。そうですね、狭いスペース切り込んでいきますが相手に当たってコーナーキックです。これが後半2本目のコーナーキック。去年は全国大会のベスト4、青森山田高校に惜しくも PK で敗れました。全国制覇の4文字が手の届くところに来ました。今年こそは悲願の初優勝、全国制覇を目指すという尚志高校です。現在1点のリード。さあここも時間を使います。さあ奪った聖光学院がボールを奪って、半沢前に送る、もうこれ行った方がいいですよね。佐々木を走らせる、神林の対応、もう絶対で行った方がいいと思いますからね。これ取り切れるか、このボールを一度収めたい杉崎です。胸で落として、さあ前を向いた、後ろからは阿部の強いプレスがありました。まあ、この前からの守備っていうのはやっぱりこう役割としては与えられてると思うんですよね、阿部選手もね。染野からもそのディフェンスに関しては多くのことを教えてもらっているということです。24番の阿部かなと2年生ピッチに入っています。聖光学院のスローインです。まあ、少々はこれでいいと思うんですよね。相手のスローインやりながら相手の位置ですからね、自分たちの高い位置でしっかりまたボールを前ボールですね。7年ぶりの歓喜の瞬間を目指すという聖光学院、この仲間とともに優勝の瞬間を迎えることはできるのか。1点を追いかける、ワイドに展開します。山口から前川、胸で落として2列目から、しかしここはファールがありました。いやハンドですか。あ、ハンドがありました、だと思いますけどね。そしてイエローカード、2年生の佐々木、この大好きな3年生と少しでも長くサッカーがしたいんですと
絶対に決勝を勝って来年まで一緒にサッカーをしますという話をしていました2年生。途中からピッチに入っています。3年生の思いを受けてこのピッチ上で戦っている20番の佐々木。さあ残り時間がだんだんと少なくなってきました。尚志高校1点のリード。山内です。ここは時間を使います。キャプテン同士の1対1、思いと思いがぶつかる。足を伸ばす5番の小畑。そしてここで試合終了のホイッスルが吹かれました。尚志高校1対0、6年連続11度目の全国大会出場です。18歳以下日本代表染野いつきのゴール。この1点を最後の最後まで聖光学院に追いつかせませんでした。J1 鹿島内定の染野いつきです。そしてこちら3年生とともに最後の最後まで懸命に戦った20番の佐々木、涙を流しています。そしてチームを引っ張ってきたエースの前川、そしてキャプテンの小畑、この2人の選手に涙はありません。いや、奈良さん、はい、この決勝振り返っていかがでしょうか。まあ、やはり尚志の方が、まあ、攻撃の主導権ですよね、まあ、そこをしっかり握りながら、まあ、後半序盤本当に自分たちのスイッチを入れたところで、まあ、得点を取った、まあ、そういうこうしたたかさっていうんですかね、試合巧者ぶりが、まあ、発揮できた、まあ、ゲームだったかなっていうふうには思いますけどね。一方のこの聖光学院の戦いぶりというのはいかがでしたか。本当にこう前に行く意識っていうのは全体にありましたし、そのいい守備っていうのはしっかりできてた、あとはその自分たちの特徴というのをいかんなく発揮してきた中で足りなかったのはやっぱ得点だけだったと思いますから、まあ、本当にいろんな思いはあると思いますけど、これでねサッカーをやめる人やめない人というところあると思いますけど、本当にこれは本当になんていうんですかね、こう、まあ、悔いはないというんですかね、まあ、そういうやっぱりいいゲームだったのかなというふうには思いますけどね。チームを引っ張ってきた10番の前川、こらえていた涙が今こぼれています。本当に両チームの気持ちと気持ちがよく現れた素晴らしいゲーム、うん、両チームの選手にスタンドから大きな拍手が送られます。それでは勝利しました尚志高校優勝インタビュー準備ができ次第聞いていきたいと思います。石井さん、見事大会6連覇を達成しました尚志高校中村浩二監督にお越しいただきました。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか。まあ、勝たなきゃいけないみたいなこうプレッシャーの中で勝つっていうのがすごい難しいなっていうのと、本当に聖光さんがすごい最後まで、一生懸命やってくれたんで、もう本当にヒヤヒヤのゲームでした。前半苦しい時間帯もありました。ハーフタイム中選手たちにとにかく尚志のサッカーを楽しめと話していましたが、それはどういう思いだったんでしょうか。なんか決勝のプレッシャーと、まあ、プレミアリーグ戦っててあのカウンターの怖さを知ってるんで、前に出ていけなくなってしまってる選手がいたんで、もっと楽しんで前に前に行こうよっていう思いだったんですけど、やっぱりプレッシャーがきつくてなかなか行けなかったです。今回台風19号の影響で福島県も大きな被害を受けました。そんな中での県代表となりましたが、特別な思いはありますでしょうか。前回もあの震災の後の、大会でベスト4になったんですけども、その時にこうみんなから勇気とか希望を届けてもらったっていう声が大きくて、試合の内容がどうのこうのよりも本当に高校生が一生懸命やってるっていうのをすごく評価していただいたんで、そういう本当に一生懸命やる姿を見せたいと思っています。さあ、そしてこれから全国大会に挑んでいきます。去年は全国ベスト4という偉業を成し遂げました。ズバリ今年の目標はいかがでしょうか。あの目標は全国制覇なんですけども、もう一戦一戦すごく大事に戦っていきたいと思います。ありがとうございます。中村浩二監督でした。ありがとうございました。さあ、そして先制点を挙げました染野いつき選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。
得点決めた時どんなお気持ちでしたか？まあ、素直に嬉しいっていう気持ちでしたね。あの時はもう絶対に決めてやろう、そんな思いだったんでしょうか？まあ、準決勝で、まあ、少ない時間帯で出たんですけど、出て、まあ、点を 取れなかったので、まあ、決勝は絶対自分が点を取って勝ちたいっていう気持ちで臨んだんで、まあ、その結果点を取れたことは本当に嬉しく思います。去年は全国大会であの青森山田を相手にハットトリックを達成しました。そのプレッシャーはなかったんでしょうか？まあ、自分はプレッシャーをやっぱり力に変えるところが、まあ、自分の、まあ、いいところでもあるので、まあ、プレッシャーをやっぱり逆に楽しんでプレーするっていうのがを心がけていつもプレーしています。そして全国で2年連続得点王になったら平山壮太さん以来史上2人目となります。期待してもよろしいでしょうか？まあ、はい、そうですね、期待してもいいと思います。ありがとうございます。それでは期待させていただきたいと思います。富野逸樹選手でした。ありがとうございました。さあ、そしてここまでチームを引っ張ってきましたキャプテンの山内空選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちいかがですか？まあ、少子高校全員124名で掴んだ勝利だと思うので、この勝利を生かして全国大会でも頑張っていきたいと思います。1点先制した後少し苦しい時間帯もあったかと思います。選手たちとはどんな会話をされたんでしょうか？その時間こそ声を掛け合って、まあ、チームのテーマである一体感を出して頑張ってきました。今年のチームはどんなチームですか？このチームは1年間を通じて成長と一体感というのをテーマにしてきて、その成果がやっとここで出せてよかったと思います。これから全国大会どんな気持ちで臨みましょう？応援してくれる人たちのためにも、まあ、自分たちは去年できなかった全国制覇をしたいと思っているので、まあ、福島県の思いも背負って頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。山内空選手でした。